ヤッホー、加藤志穂です。佐々木久美です。今日は、私のファースト写真集、ハッシュタグ会いたいの、この世界に一つしかない、出来たてほやほや写真集を初めて人に見せます。わー、その一人目に選ばれたのは、心の友、佐々木久美です。心の友と書いて親友やばすぎる。ハッシュタグ会いたい、お願いします。ありがとうございます。あ、いいの、本当に一人目、ちょっと涙出そう。本当に一人目だよ、え、かわいい。え、すごい、ここいいじゃん。うん、私は女だけど、女から見ても憧れ、ボディ、憧れる、ボディ、ボディ、嬉しい、それ一番嬉しい。マジでありがとう。本当に、もう本当に素じゃん。そう、本当にほぼメイクしてない。素のピンじゃん。そう、 0.1% ぐらいしかメイクしてない、あら、どう、かわいい。ピーチピーチピーチ、私桃が一番好きなの。桃って言われたの初めてだ。プリッとでしょ。ピーチめっちゃピーチ。想像以上にピーチ、嬉しい、最高、ありがとう、最高ピーチ、いいピーチ、ナイスピーチ。あ、こうなってたんだ、下は。ねえ、やだ、言わないで、下とかもう恥ずかしい。ピーチだね。ピーチって言わないで。ハワイのおしゃれなね、この柵、いいね、あ、ピーチ。ハプニングピーチ。ハプニングピーチじゃん。ハプニングピーチ入っちゃった。かわいい。かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。ちっちゃい子みたい。私こんな年ちゃん初めて見た。え、待って、やばいやばい、待って。マネージャーさんも、このショットすごいいいって言ってくれて。こんな年ちゃん見たことない。新しい顔。そこに今マネージャーさんがいる。やっぱり、この写真集でしか出ないよ、こういう表情。ここも見てほしいの。これへん。わあ。え、最高じゃん。もう超満足。満足？うん。お腹いっぱい。でっかい拍手しちゃった。お腹いっぱい。なんかさ、普段の、その志保さんを知ってるから、ありがとう。なんか本当にさ、あ、頑張ったんだなって思うとこもあったし、でもいつも通りのめっちゃ楽しんでる笑顔とかもあったし、この写真集でしか見せてない、あ、こんな表情するんだっていうのもあったし、なんか全部詰まってて、本当に絶対見た方がいいです。最高でした。嬉しい、本当に今日は嬉しかったけど、そろそろ別れだね。別れだね。ありがとうございました。ありがとう、こちらこそ。幸せ、お腹いっぱい。ぜひハッシュタグ会いたい、よろしくお願いします。6月20日です。はい、お願いします。お願いします。